のは見に来られるのなんか珍しくないですか。そうですね、まあ家臣さん出るそうですよね、昨日ここで電流爆破、はいはい、どうでした。いや、どう昨日、はい、まあなんか特別な時間ですよね、正直、うん、それは思いました。特別な時間というのは森田さんとの森田さん行って、家臣さん行ってっていうのはやっぱ僕が志した理由ですから、やっぱあの複雑でありすごく嬉しかったですね。え、志したっていうのはプロレスをっていう。そう、格闘技ですよね。僕らの時ってやっぱ混ざってたんで、はい。え、次、実際オファーは来てるんですか。微妙。微妙。曖昧な。相手はまだ来てないし、大体そのくらいみたいな感じで、相手もできてないと、あと、じゃあどこでやりますっていうのがあんま信用できない。今年で秋山さんっていうのは本当にあんのかなっていうのがすごい気になるところだったんですけど、なんか本当にあんまり分かんないですよ。組まれるかも分かんないし、無茶に試合するかも分かんないし、今のところなんか目の前での練習をしっかりやって、特になんかあんまり考えてない感じですね。そこはじゃあ別に何を気にするでもなくっていう感じですか。何を気にするでもなく、はい、分かりました。元旦のノアどうでしょう。元旦のノアは、まあ、僕の場合はやっぱこう、はい、剣道家臣先輩に尽きるんですけど、自分が面白いと思うことを真面目に追求できるかっていうのは大切ですよね。あ、じゃあ今年1年も、まあ、青木さんは青木さんらしく追求していけるという、はい、あれですよ、まあ、鬼田淳で剣道家臣とか見ると、まあ、やっぱこうまだ甘いなと思います。まだ自分が面白いと思うことを追求できてないなと思いますよね。自分が面白いってことをただただまっすぐ追求したいなと思います。ゴーバー、どうもありがとな。夜が忙しい。お仕事ですよ。一番最初は本当に勝ちたいな。これ本当に勝ちたいんだな今日は。でもなんか今年は1月1日から本当になんかいろいろ忙しいというか。なんか潮眼鏡って変わってますよ。本当に変わってる。なるほど。強い気持ちがないと、はい、向かない時代になってますよね。あ、なるほど。なんかもうほんとかますのがダセい時代になってるじゃないか。かましてないふりしてかますのってほんとダサいから、はいはいはい、なんかいかにこう等身大にしていく、こうかっこよさの定義みたいなのがちょっと変わってます。ああかっこよさの定義が変わってます。なるほど、はい。 Oh.
マジョは無理しなめる。はい、もう全然。うん、蹴りますもしもし何かあったら、はい、あいつになったらありますか。なるほど、入念ですよね。メトメトがうるさい、静かにしろって言ったんだね。足まで行く。フお疲れ様でした。今日でもこの後が本番ですよね。本番、まあそうですね、本番というか、これ本番なんだけど、これもそうなんですよ。これもなんだ、楽しいよね。ありがたい人生ですよ。本当に本当に改めてになるんですけど、この2022年青木さんがどう進むかをちょっともう一度教えてください。好きだ、楽しいな、それだけです。それ以上でもそれだけです。楽しいこと、好きなこと、まあ、自分が自分が価値が感じれることしかないんじゃないかな。それが全く興味ないです。お疲れ様でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。